皆さん突然ですけど、私今から病院に行ってきます。そして私の目に注射を打つことになりました。まあ入院とかはしなくても大丈夫だそうなので、まあ、日帰りで帰ってくるんですけども、まあ、とにかくですね、目に注射をするっていうのがめちゃめちゃ怖くて今緊張してるんですけども、でも勇気を持って行きたいと思います。いやー、早速車に乗り込みました。めちゃめちゃ緊張するので、ちょっと幸運のユニコーンのバターカップにも一緒に来てもらいました。あー、シュンさん大丈夫、僕がついてるからきっと手術はうまくいくよ。早速行こう。そうだよね、バターカップ。でもめちゃめちゃ怖いんですよ。注射って腕に打つだけでもめちゃめちゃ緊張するのに、私今回目にやるんですよ。目どうなっちゃうんだろう。でも早速病院に向かいたいと思います。皆さん、無事家に帰宅しました。手術は無事成功したんですけども、原因はですね、ゲームのやりすぎでございました。これを見てる皆さん、ゲームって本当に楽しいですよね。私も好きでよくやっちゃうんですけども、長時間ずっとゲームばっかりやってると目に注射を打つことになってしまいます。私はココちゃんにもよく言ってるんですけども、ゲームって楽しいからやってもいいんですけども、あまりにも長い時間やりすぎるとこのように注射を打つことになってしまいます。なのでほどほどにゲームの時間というのは決めてやりましょう。どうもシュンズ TV です。過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、今現在シュンズ TV の部屋にはお猿のジョージと、そして仲間たちがいます。お猿のジョージは、自分は何のために生まれてきたんだってすごく考えて悩んでいるみたいなんですけども、今現在朝起きたばっかりで、隣の部屋がなんだか賑やかなんですよね。何をやってんだろう。とりあえずカメラを持って入っていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、トイストーリールームまで来ましたよ。おもちゃたちは賑やかですけど、何をやっているんでしょうか。おもちゃの皆さん、おはようございます。今日も外は晴れていて、とってもいい天気でございますね。それにお猿のジョージ、ちょっと待って、パソコンなんて広げて一体何やってるの。あ、シュンさん、レックス、お猿のジョージにコンピューターゲームをやらせてあげてるんだよ。何のために生まれてきたんだろうってお猿のジョージは言ってるでしょ。だからみんなで楽しいことをやって遊ぼうって提案したんだ。そうだったのか。うわー、鳩のコンパスも犬のハンドリーもとても嬉しそうですね。か、肝心のお猿のジョージは。うわー、すごく楽しんでいるように見えますね。お猿のジョージはコンピューターゲーム大好きなんですね。とても気に入ったみたいだ。お猿のジョージは言っている。毎日毎日24時間コンピューターゲームをやって遊びたいって神様。毎日？あ、そうだね、いいね。楽しいことをやって毎日過ごしたいですからね。よし、お猿のジョージが最高の笑顔を見せてくれたので、今から毎日毎日ゲームをやって24時間遊びましょうか。いやー、簡単なことでございましたね。毎日毎日コンピューターゲームをやって楽しい思いをすれば、それで自分が生まれてきた意味というのもお猿のジョージは分かってくれると思います。よし、じゃあ今日から毎日みんなでコンピューターゲームで遊びたいと思います。あ、ティア、あ、誰かが入ってきた。イエス、ちょっと待ってください。今窓から突然誰かが入ってきました。あれって一体なんだろう。ちょっと映したいと思います。ちょっとおもちゃの皆さん、今デュークがバイクでヒューンってジャンプして窓の鍵を開けてあげていましたけども、突然この猫ちゃんが入ってきましたよ。ウィーウィー。うわー、見張りの天才のお猿も何か言ってますよ。ははティア、ああ、最初にこの見張りの天才のお猿が気づいて、そして可愛らしい猫ちゃんが屋根のところに登っていたから、俺が鍵を開けてあげたんだ。 Yes, we can だ。そうかそうか、こんだけ可愛らしい猫ちゃんでございますから、お猿のジョージもきっと喜んでくれるでしょう。シュンさん、パンフレットとポルカドット、この子の名前はニョッキーって言うんだって。そうなんだ、お猿のジョージのお友達らしいよ。そうだったの。そうか、だからお猿のジョージがコンピューターゲームで楽しんでいる声を聞いて入ってきてくれたんですね。
うわー、お猿のジョージもすごく嬉しそうです。あー、そうだ、猫のニョッキ、今日から毎日コンピューターゲームをやって遊ぶんだけど一緒にやらない？おいおい、俺と同じ猫じゃないか。キャビットとララル。キャビット、そうだね、でもこの猫のニョッキは言っているわ。ああ、長時間のゲームのやりすぎは目に良くないと前ご主人様が言っていたと、そう言っているキャビットです。そうなの？長いことゲームやったら目が悪くなってしまうってこと？シャンザ TV、 シャンザ TV、 医者のドクターステンチ。もちろん目がすごく悪くなりますよ。また人によってはレーシック手術というものを行います。レーシック手術？はい、手術によって視力を取り戻すといった、そういったものです。マジかよ、じゃあ長時間ずっとゲームばっかりやってると目を手術することになるっていうこと？ティア、ああ、もしかしたらこの猫ちゃんはそれを伝えたくてお猿のジョージのところに来たんだろう。 Yes, we can. いやー、まさかの猫のニョッキーが教えてくれなかったら私知りませんでしたよ。ゲームをずっとやることで目が悪くなってしまって、そして最悪の場合手術をすることになるって。ああそうだ、レックス、ゲームは楽しいからもちろんやっていいんだけど、これからは時間を決めてやることにしない？ああそうだね、今日はもうたくさんゲームやったからおしまいにするよ。そうだよね、レックス。そしてお猿のジョージはゲームをやってとっても笑顔でございました。だからシュンさん、お猿のジョージは言ってるんだけど、まだどうしても生まれてきた理由がわからないって、そう言ってるんだ。そうだったんだ。くっそー、まだまだちょっとお猿のジョージが生まれてきた理由を探す旅というのは続きそうでございますね。まあでもこうやって猫のニョッキや犬のハンドリー、鳩のコンパスなどたくさんの仲間たちに囲まれて、私たちシュンズ TV もとても嬉しいですからね。引き続きお猿のジョージが生まれてきた理由を一緒に探してあげたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。ママ、ああ、まさか猫のニョッキが現れるとは。シュンズ TV はゲームのやりすぎで、そして目に注射をしてしまえばいいのだ。プロスペクターに質問です。ゲームしたことはありますか？ああ、私は箱入りのままだからゲームをしたことはない。だがここだけの話、箱から何回か出たことがある。そうだろ、ロッチョ。いやあ、こんにちは。何をしているのかね？私の作戦は完璧だぞ。お猿のジョージに思い知らせてやるのだ。生まれてきた理由はシュンズ TV を倒すためとな。ロッツに提案。ホタルと空を仲間にしてください。風使いです。ああ、そいつらが強かったとしても先導する必要はないぞ。なぜならもう間もなくお猿のジョージによってシュンズ TV はやられてしまうからな。ロッツチームの諸君よ、お祝いのパーティーの準備だ。ああそうそう、ここまで行ってもシュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあどうかね。